これ始まってる。始まった。すえぇー始まってる。はい、どうもーイエーイ。今日はなんとですね、まあ YouTube の遊戯王と言ったらもうこの方しかいないという方に来ていただきました。カードキングダムのサンダーさんです。イエーイ。1、2、3。せっかくオリジナルのね、挨拶考えてきたのに1、2、3だって言ってたね。今回すごい、その僕も全然ルールとかも何も分かんないわけじゃないんですけど、ちょっと未熟なところがあるんですけども、噛めへん大丈夫ですか。はい、もう本当に今日は楽しめればいいなと思っております。今日はサンダーさんとデュエルします。デュエルスタンバイ。はいはい。戦いの殿堂に集いしデュエリストたちがモンスターと共に地を蹴り宙を舞い、フィールド上を駆け上がる。見よ、これぞデュエルの最強進化系アクションデュエル。はい、じゃあお互いのデッキをカットアンドシャッフルでお願いします。はい、お願いします。みんな俺のプレイングを叩かないでくれ、頼む。いやー、そんなことない。本当ですか。そんなことないです。はい、1、2、3、4、5。じゃあじゃんけんで勝った方が先行後攻決めます。はい、お願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。どちらで。じゃあ、高校でいいですか。はい、高校で大丈夫です。じゃあ、私のターンから、はい、いきます。うわー、ドローフェーズ、ドローした気分。はい、スタンバイフェーズ、メインフェーズ。じゃあ、まず強欲で謙虚な冒険から。うわー、3枚めくりますよ。1、2、3枚めくって手札を1枚手札に加えるのはとりあえず、じゃあ、ボルカニックバレット加えますね。あー、やっぱそれですね。はい、残ったカードは落としてシャッフル。はい、ボルカニックってやっぱり熱いんですか。熱いっすね。熱いですか。カード3枚セット。はい、これでターンエンド。え、いいんですか。どうぞ。じゃあ攻め込もう。はい、じゃあドローフェーズ。どうぞ。僕緊張してるんですよ。威嚇するプレイ。もうこういうの本当はダメですからね。スタンバイメイン。どうぞ。チラチラ。怖いな。はい、どうぞ。黒い旋風発動します。黒い旋風はどうぞ。ブラックフェザー。これでブラックフェザーモンスターが召喚された時、はい、そのモンスターより低い攻撃力を持つブラックフェザーモンスター一体をデッキから手札に加えます。はい、じゃあブラックフェザー総炎の修羅を通常召喚します。召喚。そしたらですね、はい、その召喚して黒い旋風がチェーン1に乗った時、え、まさか。じゃあチェーン2で破壊輪を活動します。これで解決時に、場にブラックフェザーがいないので手札に持ってくることは不可能になる。なるほど。じゃあお互い1800ダメージを受けて破壊します。はい、じゃあ逆順処理で、黒い戦闘が持ってこれませんでしたと。マジですか。じゃあ2枚伏せて、はい、ターンエンドです。ドロースタンバイフェーズ、メインフェーズに入りますよ。はい、カード1枚セットターンエンド。この圧倒的ターンの短さ。はい、どうぞ。じゃあドロー。はい、またなんかされるんですよね。大丈夫ですか。はい、ブラックフェザー極北のブリザードを通常召喚します。それはですね、はい、とりあえずなんか効果が、どっちがチェーン1になるんだ。これ両方時だから選べるの。選べる。どっちを1にします。旋風を1にします。1にして、じゃあこれが2。はい、じゃあ3番目でデモンズチェーンで効果無効にします。はい、釣り上げ効果は無効にしますけれども、旋風でのサーチは大丈夫です。はい、ありがとうございます。じゃあ攻撃力1200より低いやつ、1200より低いやつを連れてきます。はい。あー、これ大事だな。シンクロ召喚、このターンのシンクロ召喚は防いだかな。じゃあピナーガを、はい、手札に加えます。大丈夫です。失礼します。はい、これ特殊召喚できるやつではないやつ。できないやつです。はい、大丈夫です。できないマンですか。できないマンです。何でもできるマンと。何でもできるマン。何かしかできないマンがいます。はい、よし。はい、じゃあ、はい、ブラックウェザー白夜のグラディウスを特殊召喚します。どうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあ BF がモンスターが1体のみの場合、手札から特殊召喚できます。シンクロ的な。いや、でもなんかシンクロしたらなんかしてくるんですよ。いや、大丈夫ですか。そんなね、うん、大丈夫ですか。じゃあちょっとシンクロします。はい、3と2で、はい、レベル5、ブラックヘッドアキラボスのグラムを OK でーす。召喚します。手持ちは意味ないカードになります。そっかそっか。何するやつでしたっけ。こいつはあんまり大したやつじゃない。はい、大したやつじゃない。シンクロ召喚に成功した時、はい、手札からチューナー以外のレベル4以下のブラックフェザーモンスターを1体特殊召喚できちゃうやつ。
けどできないやつなんで、しないやつ、しないやつです、はい、いいですよ、バトルフェイズ入ります、どうぞ。キラマシのクラブ攻撃、攻撃、攻撃、今君は攻撃と言ったね、じゃあマジックシリンダーでちょっとダメージ跳ね返しますよ。マジっすか、ダメージを2200です。さあこれでダメージ的には優位に立ったかな。ターンエンド、オッケー、俺のターンドロー、はい、カード1枚追加でセット、これでターンエンド。うわ、モンスター出さないマンですか。モンスター出さ、うん、そうですね、出さないマン、出さないマンですか、はい、ドロフェイズ出ないマン入れます。はい、どうぞドロー。はい、やべ、ぼち神三体じゃないですか、ぼち神三体じゃないですか。ダムド先生はまだ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 ダムド先生は死者蘇生を発動し、死者蘇生、はい、死者蘇生、対象はシュラ先生にしときます。シュラ先生どうぞ、大丈夫です、はい、ありがとうございます、はい、よしいぞ、よしいぞ。そうね、ダメージは返してるけどね、こっちモンスターいないからね。じゃあ召喚剣使って通常召喚、はい、ブラックレーザー上限のピナーガを、大丈夫です、どうぞ。ありがとうございます、通常召喚します。で黒い旋風が反応しちゃうと、そうだった、純粋、純粋に楽しいですね。おでも動画のことを考えたくなくなっちゃう。おろし、ブラックレーザーおろしを、おろし、大根おろし、大根おろしを、はい、どうぞ。ありがとうございます、はい。じゃあブラックレーザー突風のおろしは、はい、ビーフモンスターが存在する場合手札から特殊召喚できる、できちゃう、で大丈夫です、特殊召喚します、はい、どうぞ。ありがとうございます、ちょっと考えさせてください、はい、大丈夫ですよ。ここから僕、あれなんですよ、よくバグっちゃうんです。じゃあシンクロしましょう、お、シンクロ、こっち、ここで、はい、4-3で7シンクロ、はい、巨大なシンクロ召喚反応、クルソース、フォーク城で、フォーク城、はい、OK です、ここのフォーク城で、オロシとグラムもシンクロさせます。お、了解、6シンクロ、はい、8かけのノートングで、ノートング、はい、ノートング先生、8ダメージ、8ダメージです、これはしょうがない、はい、で、フォーク城の効果発動したいです、はい、何するやつでしたっけ、ですね、自分の墓地のレベル5以上の超従属モンスター1体を対象として発動します、はい、そのモンスターは特殊召喚します。うそれは大丈夫です、大丈夫ですか、はい、じゃあキラボスのグラムさんをどうぞ特殊召喚させていただきます。やばいな、これ全部通るとやばいぜ、これ通る、通ります。じゃあバトルフェーズ入ります、はい、どうぞ。キラボスのグラムでサンダー先生に攻撃です。サンダー先生にこれはね、2200受けましょう。おお、で、はい、ノートングでサンダー先生に攻撃します。2400受けましょう。これね、ヤバいやつですよ。本当ですか、はい、じゃあフォーク城でサンダー先生に攻撃します。これ最後クズ鉄のかかしでその攻撃は止めたいですね。さすがにね、なるほどなるほど。でもう一回セットします、はい、はい、ターンエンドで、じゃあエンドフェーズに入る前、メインフェーズ終了時、はい、ブレイズキャノンマガジンを発動します。ボルカニック捨ててワンドローするやつ、はい、はい、じゃあ捨ててワンドロー、うん、でエンドフェーズで大丈夫ですか、はい、大丈夫です。じゃあドローフェーズドロー、これはね、残りライフが800って書いてあるんだけど、ガンマンラインだ、ガンマンライン死んじゃう、ガンマンで死んじゃうんだったらこれ以上ライフを減らしても問題ない。500払います。うわぁ、再装填、手札に持ってきます。ボルカニックバレットで、これの効果発動します、はい、捨ててワンドロー、ひゅっ、きついきつい、通常召喚、ボルカニックロケット、はい、で、ブレイズキャノン持ってきたいです、大丈夫でしょうか、はい、大丈夫です、はい、ブレイズキャノンマガジンを、はい、もう一回手札に加えて見てもいいですか、はい、大丈夫ですよ、召喚、特殊召喚でブレイズキャノン、あー、いかつい、加えます。そしてこのままだとしょうがないね、やるしかない。ブレイズキャノンマガジンはブレイズキャノントライデントとして扱うので、はい、これを墓地に送ってボルカニックデビルを特殊召喚させます。ちょっと見ていいですか、はい、どうぞ。いかつくないですか、これ。いかついやつです。攻撃力3000、モンスターを戦闘を破壊すると相手のモンスター全部破壊して1体につき500ダメージ与えるっていうやつですね。じゃあちょっと召喚召喚時に、はい、召喚成功時に、はい、成功時奈落の落とし穴強制脱出装置、それはね、それはね、それはね、それは初めちゃーん、よくないよ、よくないですか、戻っちゃうよ、あーちょっとだ、これは戻っちゃいます、やばいやつ、カード1枚セット、はい、これでしょうがない、ターンエンド、怖いなぁ、サンダー先生こんな簡単に、まだね、簡単にはね、まだやられないですけど、まだやられない、ドローフェーズ、はい、ドローします、はい、どうしようかな、よし、決めました、はい、じゃあスタンバイメイン、はい、ノートングリリースします、リリース、はい、はい、で、ブラックフェザー中月のシロッコを、シロッコ、ちょっと待って、これできるんですか、あ、特に問題ないです、じゃあ普通にアドバンス召喚します、根気力集約大丈夫ですか、そうですね、はい、ここ、クズ鉄のかかしあるよ、でですね、はい、じゃあフォーク城効果発動します、
あ、もしかしてこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、テキストいい、これ特殊召喚時、もしかして、特殊召喚時、うおー、マジかよ、800ダメージ。じゃあちょっと待って、じゃあね、召喚時やるしかないな、召喚時、じゃあブレイズキャノンマガジンの効果発動します。はい、あー、そうだ、じゃあすいません、ね、旋風の効果を忘れてたので、はい、召喚時に、まず旋風が発動します。はい、で、俺はその後に動くことにするんで、とりあえず1回戻しますね。はい、じゃあ旋風で2000未満を、はい、OK、加えた後のタイミングでさっきの予約をする。あー、了解です。はい、いや、なんてよ、どうすればいいんだ、はずめし。とりあえずね、このノーテングを特殊召喚させられたら俺はとりあえずゲールを、ゲール、はい、OK です。で、手札に加わったタイミングで、ブレイズキャノンマガジンの効果を発動します。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ除外して、はい、さっきのオルガニックバックショットを送ります。で、500ダメージが入って、その後、またこっちが発動だね。はい、同盟カードをデッキ手札から墓地に送って、相手モンスターを全て破壊します。よっしゃー。そしてその後、ボルカニックバックショットが墓地に送られたんで2回効果発動しますね。つまり1000ダメージ。うーわ、はい、これで300対2500、追いつくかな、大丈夫かな。あー、まずいな。召喚券僕使いましたもんね。召喚券使いました。はい、じゃあタイムで、じゃあエンドフェイズじゃなくてメインフェイズ終了時に、はい、もう一回ブレイズキャノンマガジンを使います。はい、ボルカニック捨ててワンドローします。はい、で、こちらのターンで大丈夫でしょうか。どうぞ。はい、ではドローをスタンバイフェイズ、メインフェイズに入ります。はい、通常召喚遠程この兵を使います。へえ、いくつくらいですか、見ていいですか。はい、どうぞ。杖ですか。杖、今多分杖です。こっちのね、4枚この男を戻して、2ドローって書いてある。2ドローですか。はい、この4体を戻したいですよ。はい、どうぞ。じゃあバックショット3体とバレット1枚を戻して、シャッフルして2ドローします。じゃあドローしますよ。はい、1、2。お、これ強いかもしれない。アタックが通ると2500のライフは削れる。いや、まずいな。うん、手札のブラスターの効果発動します。はい、この特性カードを捨てることによって相手のカードを破壊できます。これを破壊したい。どや、どや、行くか、行け、負けたー。あー、危ねー、バトルウェイズアタック、アタック、危ねー、ミラーボスだー、危ねー、危ねー、危ねー。いやー、危なかった。いけたと思ったんですけど ね、これはね、俺もね、序盤のね、初手の手札を見て、あ、これはやばいかなと思ったんだけど、なんかその後ブレイズキャノン引いてからはやっぱ、うん、ぐるぐる回ってくれた。早いなー。あー、危なかったあ、途中ね、ちょっと俺もあの、あ、黒い旋風のところちょっと俺もミスっちゃったんで、はい、というわけでボルカニック対ブラックウェザーは俺の勝利だー。ありがとうございました。そう、ありがとうございました。ドロー、モンスターカード。うーん、おー、びっくりっすね。もうカジュウさん勝つのかなと思ってました。いや、俺ももう、これはもう無理かなって思ってすげえ。ー、鉄鉄がずっと思っても、フォック城とノート君に決めようと思ってて、破壊されたら特殊召喚か。